ロサンゼルス、ドジャースのエース、大谷翔平選手の移籍第1号のホームランボールが予想外のトラブルを引き起こしている。28歳のファン、アンバー、ローマンさんがそのボールを手に入れた後、球団との間での交渉が波乱を巻き起こした。しかし、新たな展開があり、ドジャースは和解の道を選び、ローマン夫妻を試合に招待し、より貴重な記念品。 送るこ,とを決定したこのビデオでこの一連の出来事について詳しく解説しドジャースの対応について考察する大谷翔平選手が放った移籍第1号のホームランボールはファンにとっても選手にとっても特別なものだったローマンさんはそのボールを手に入れ喜びに満ちた瞬間を過ごしたしかし試合後の交渉が問題を引き起こすことになった 球団はボールの返還を要求し、それに対しローマンさんは複数の警備員に囲まれ、圧力を感じる状況に置かれた。さらに、交換品の本物性についての疑念も持たれる中、トラブルはエスカレートしていった。球団との交渉は難航し、ローマン夫妻は対面の機会すら拒否される状況に置かれた。しかし、球団は後に和解の意向を示し、 ローマン夫妻を試合に招待することを決定した。この動きは、球団がファンの不満を解消しようとする誠意ある姿勢を示している。また、交渉手順の見直しも表明され、今後同様のトラブルを避けるための取り組みが期待される。大谷翔平選手もこの一連の出来事についてコメントし、誤解が解消されることを期待している。また のローゼン氏も交渉手順の見直しを表明し、ファンとの信頼関係を回復するための努力を示している。今後は、球団とファンの間でのコミュニケーションの改善が重要となるだろう。ドジャースと大谷翔平選手を巡る記念ボールのトラブルは和解の道をたどることになった。球団はファンの不満に真摯に向き合い、誠意を示す姿勢を見せている。今後は 交渉手順の改善やコミュニケーションの強化が求められるが藩との信頼関係を築くための一歩となるだろう。